平成25年8月初年度登録のクラウンロイヤルサルーンでございます。ハイブリッドの AWS210 型でございます。個人タクシー上がりですので距離はどれだっすトリップのボタンがトリップのボタンだ、28万キロ待ってくださいね。信号これで行きましょう。どうだ行きました。28万9832キロでございます。こちらは、無事故車両でございますが、左前がですね、フェンダーがちょっと、軽自動車が軽い接触して板金はしたことがあるということでございます。脱着ですかね。フェンダー脱着あたりの塗装とかですが、まあ見て分かるレベルではないです。もう本当によく仕上がっております。オーナー様まだ40代前半の若い個人タクシーだったもんですね。乗り方も丁寧ですね。 26P メーターでございますが、こちらに別のリモコンついてます。リモコンだからもっとこっちの右手の方にこれねぶつければいいんですが、あえて皆さん実写とかですね。俺もね見張り回しになっちゃうんですぐね。いいんですかねこれね。今、5時17時4分、世の中は、ゴルフの渋なんとかと、あと、滝川クリステルのずーっと右折合図出し出すと結局直進だったっつうんですね。コルトでございました。調子いいですね。ハイブリッドバッテリーをですねまだ変えてから2万キロも走ってない、もしくは2ヶ月走ってないと、2ヶ月ぐらいしか走ってない、だっていや、まあ、そのぐらいです。本当に半年も経ってないぐらいの、素晴らしい状態でですね支払いをして、どうしたら、あやべ、お客さんいる、どうする、アンドンついてないからバレないけど乗せちゃう、乗せちゃうか、いやーまずいね。やっぱ乗せたかったっすけどね。この前ちょっとやらせでうちの店長を乗せてはいどうぞなんてやりましたけど、いやいざね私バンロス乗せたら、いやアンドンついてないんで全然バレるというか問題ないというかですね。まあ逆に言えばなんですかこれ、乗せちゃってもお金もらわなければ乗せていいんですよね。何でしたっけ、白タクが捕まるときによく言う言い訳の、友達を迎えに来ているだけですっていうね、そのような理由としても十分当てはまるのかなという部分でございます。レーダーもついてます。こちらね8月7日ですね。そしてセルフタクもついております。使い方は分かりません。まだ触っておりません。メモリーナビで、ハードディスクはついてない方ですかね。Bluetooth はありますけど、ディスクと HDD はないですね。まあ、十分ですよね。そしてこれテレビのキャンセラーですね。はい、これで走行中 OK。ちょっとね、後ろにね、気合入ってる自販機の、八代さんのトラックがもうすごいんですよ、さっきからね。僕は今度撮影しながら走ってるのが悪いんですけどね。思い当たる節はあるということで、今日はですね、方南通りを走らさせていただいておりますが、まあ調子いい。この車は本当に調子いいです。バッテリーとかも点灯しなければ常に調子良いですしいいんですけども、もう乗った感じのこう乗り方の良さですかね。そして常に屋根保管ですね。マンションのちゃんと奥まった屋根のところで保管ですね、常にされていたというのもあって塗装の状態もいいです。もちろん高速道路とかいっぱい走ったりするので個人タクシーの飛び石とか転車はいっぱいあります。もうそこはもうご理解いただける方しか進めていきません。そういうもんだと思っていただかないと困っちゃう部分でございますですね。まあ、とにかくゴールデンウィーク、お盆休みの連休なのかなんだかわからないですけど、もう道が変な混み方をしてます。バナンバー今初心者マークの L ボックスの K でしたね。まあ、とにかく商用お仕事の車とタクシーがこうメインでこうガヤガヤ動いて、東京には見えないようなこの環七外回りの景色ですよね。もうちょっと観光的な人とか帰省してるための車のようなのも見受けられます。
足回り、オーナー様本人から聞いたところですね、まあ足は後々交換時期が来るんじゃないかって言ってました。まあ安いんですよね、クラウンと部品が出てるというか、まあ車外じゃなくてもですね、純正新車外しなんかもまだ出てきちゃったりするような部品の流通がしてますので、普通に新品で買っても10万ぐらいでしたっけ、中古だともう5万以下で、程度のいいのが入ったりとかですね、まあ、維持費的には本当にかからないと思います。もうハイブリッド、一番かかりそうなハイブリッドも大丈夫ですし、まあ、エンジンミッションも全然元気です。そして常にディーラーのメンテナンス、3ヶ月、12ヶ月といわゆる営業者の定期的点検をですね、ちゃんと行って、そして同じ店舗でやっているというのも大きいですね。もうしっかりとですね、車のこと分かってるメカニックが常に見ていくというのも大きなポイントの極上状態と言ってよろしいかと思います。今回はちょっとお高いです。もうメーターも全部ついてますから、もうそのまますぐお仕事を移れるようにですね、青い帯、デンデンのこの帯も残ってます。なのでもう本当に、車検受ければもうすぐ買っちゃうでしょうからね、乗れる状態に仕上がっております。今オートで動くようになっちゃってますね。オート嫌いなんですよ。使い方が、これ風の、はい、ということでですね、いい感じでございますね。クルーズコントロールもついておりますね。はい、ありがとうございました。目白自動車でした。